って笑って旅をして。はじめまして、ももなです。あかりです。いや、本日はですね。はい。ご報告があります。あります。はい。はい。我々。撮って笑って旅をしては。この旅。なんと。サブチャンネルを開設しまーす。そうなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよね。ちょっと前にですね、はい、登録者さんが15万人を達成しまして、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でやっぱりなんかここまでになってくると動画出したいな、でもなんか15万人の人の目にさらすのはなみたいな、そうだなとかなんかあるんすよ、ネタとかそういうね、内容とかね。例えばなんかそのカメラのさ、すごい専門知識とか、そんな本当に一部の人にしか需要がないような専門的な動画とか、日常のさ、何本当に緩いような、こんちゃんのおならの話とかね、それは本当にサブさん以下なんだけど、日常の延長線上のようなもの、こっちのメインの方で企画をして、その後どうなったのかとか。そうだね、そうそうそう、日本一周がまた始まったらリアルタイムとの差がすごい開いちゃうね。サブチャンネルでやってみたりとか、そう、15万人の皆様ほどではないけど、なんかほんとごく一部のマニアックな、そう、なんかカメラが好きな人とか、そう多分そこらへんそんなにね、もう本当にもうこれくらいですよ、本当にこれくらいのなんか興味あるなみたいな、ちょっともっと知りたいなみたいな人たちのためにちょっとサブチャンネルをね、ちょっと解説この度しました。はいはい、メインの編集の方は、僕がもう本当に初期からずっと一人でやってきているんで、このサブチャンネルの方は、あーちゃんさんにですね、全てちょっと上をお任せしようと思います。カットとたまーに文字がたぶんチラッてチラッてつくぐらいと音楽ちょっと流れるぐらいかと思いますが、更新も遅いですが、はい、はい、でもこんな感じだよね、きっとサブチャンネルは。本当にもうこういう緩いやつがもうひたすら流れてくみたいなでですよ、はい、そのチャンネル名って大事じゃないですか。大事ですね。そう、我々ね、この前コメントで作戦会議したんですよね。はい、どうするチャンネルみたいな候補が結構出たんですよ。はい、もうね、めちゃくちゃ出したよね。めちゃくちゃね、まず2時間ぐらい絞ってガチでマジで考えたやつで、候補としては、はい、とったび日和、とったびの地肌、とったびかっこ無添加、とったびの同居人、とったびルーム、とったび時間、とったびのおいとま、とったびリ、とったびフレンド、とったびザエンド、とったびパーリナイ、とったびのおうち、とったびんち、とったびの部屋、とったびランド、とったび Vlog、とったびの野望、とったび騒動、とったびのラン、とっつぁんです。です。ちょっとふざけが入ってるけど、そんなことない、ちょっとふざけが入ってるけど以上、この中からですね、はい、運営するあーちゃんさんが、はい、吟味に吟味を重ねて、ちゃんと選んでくれたので、はい、ぜひ発表をよろしくお願いします。はい、もう私はね、これがいいと最初から一押しだったお名前でございます。はい、チャンス、とったび日和です。はい、とったび日和になりました。おめでとうございます。おめでとうございます。なんか、日和ってちょっと可愛くないですか。なんかお出かけ日和だねとか、はい、お春日和だねとか、なんか晴天とか、なんかいい言葉に使われるんですよ、日和って。はいはい、はい、そうだから、なんかこう、そのね、楽しいチャンネルでいいよねみたいな。まあ、というわけでですね、はい、まあ、更新頻度は多分週1くらいですかね。で、1かそれ以上かな。そうですね、うん、ぜひぜひね、概要欄に URL が貼ってあるので、はい、明日、明後日ぐらいに多分1本目が出される、うん、ついに解禁されるはずなので、はい、はい、ぜひぜひちょっと本当にもうゆるい感じで見守ってください。はい、はい、チャンネル登録お願いします。はい、はい、それではまた次回、バイバイ。バイバーイ。